はい今回は異性に関心が低いと早死にする傾向があるのかっていうこと他人に関心がないことやストレスでもまあそういったことに関係していく、まあ、そういったことについて解説していこうと思います。今回もよろししくお願いまいますすちょっとですね、まあ 関心が深いニュースの記事がありましたので、読まれた方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、ここ最近の、えー、多分ニュース記事だと思うんですね。で、まあ、真面目な内容のような気もしますし。しまあ、面白いようなまあ、内容であったりもしますし、ちょっとまあ疑問であるまあ、そういった内容も含まれるんで、そちらのニュース記事を考えながらまあ、思う事っていうことで、えー、まあ、お伝えしていこうと思います。まあ,あのまあ、寿命とかね。 男女の関係とか、まあ、そういったまああの話なんで、まあ、今回はまあお気軽にまあ聞いていただければと思います。まあ、真面目にえ考えましたので、えー、まあそんな感じです。で、まずどういう内容なのかっていうと <coughs> 異性への関心が低い。 中高年の男性は早死にする傾向があるっていうことで、まあ、僕もじゃあ長く生きられないかなと思ったりもするんですがこの山形大学の、えーまあ、研究がです、ねえー、ありましてこちらに関して2万人を追跡調査して、えーまあ、あそういうのを調べてみたところ、まあ、この、ね、異性への関心が低い中高年の男性が早死にする、えー、っていうことで、えーまあ、そういう、まあ、なんていうのかな で,でこれってあのアメリカとかにもおまあ、そういうのがあるらしいんですアメリカでもそういうのをなんかし調べたのかな、まあ、日本とアメリカで、えー、だからその日本では日本人一般住民における異性の関心の欠如と、えー、まあ、その亡くなる、えー、率の関連っていうことでアメリカでもまあ そういったものを調べて、<laughs> で主にまあ、東北地方なのかな、山形県で調べたみたいな、んですね40歳以上の、まあ、これは男女で調べて、山形県で40歳以上の男女。 1>, 1万9000人、えー、男性7700人、女性約1万4000を対象に、まあ、2009年から9年間、えー、調べたと、異性の関心の有無とか、ま、えー、まあああのーまあ、何かしら病とか、うん、あとわ笑う回数とかね、精神的ストレスっていうことなんで、だからここですあの僕、思うんですけど、まあ、別に僕はこのデータを否定もしないですが、<laughs> まあこの笑いのストレスとかあ、笑いの頻度とか、精神的ストレスっていうのも関係あると思うんですよ。皆さんも 聞いいたこととあると思いますがストレスを抱えることっていうのはね、えー、やっぱあの精神的にねや、えー、みますので、うん、あの差し障るわけですよあの調子よく生きていくことに。でこの他人に関心がないっていうのも、まあ、異性に関心がないそれかなとかっていうのも思うんですよね。あの人間っていうのは一応ね、えー、社会的動物なんで人と人の間にね、えー、生きていくっていう、まあ、そういったことかなと思うんですが。 でこの亡くなる、まああまあ、そういったものに関して、えーまあ、し調べたと数字をね、でこのなんだろう、ね、1万9000人,人のうち、異性に関心がないと答えた男性が8.3%で、えー、女性が16.1%、追跡調査をして亡くなったのが男性,性356人、女性147人のお合計503人だったと。 あ女,女性はね、えー、異性に関心がないっていうのが男性の場合なんですが、えー、亡くなってる数は男性の方があ倍以上っていう、まあ、統計ただねさっき言いましたけどまあそれもあるんでしょうけど異性に関心が、まあ、高い低いっていうのもあるんでしょうが、うんまあ、ストレスとか、まあ、笑いの頻度っていうのもあるでしょうがね笑う角には服着たりとかっていうようにやっぱりね笑ってると精神状態がいいですから、うん、っていうことかなと思ってね。 でえーまあまあ、こういったことから、あのーまあ、異性に関心がない人はあ、ね、男性亡くなる、えー、可能性が高い確率が高いとで女性はあのーね、その異性への関心動向関係ないということで。つまり このデータでは女性はあまり関係がない男性は関係あるって言うんですがこの異性への有、ね、無の他にどちらかというとこの笑いの頻度とか、まあ、精神的ストレスがあるんじゃないかなと思うんですよ女性もあると思うんですが、まあ、男性の,その精神的ストレスそういったことが関係あるのかなと思うんですね。 でこのあの研究をした教授が言ういう,うのはまあこれはそうだなともっともだと思うんですが異性などのいろいろな人に関心を持って交流することは人の心の健康とかあ生きがいにつながるのかもしれないとかって言って何歳にとっても何歳になっても異性とコミュニケーションを取ることがあ長く生きることにつな、えー、がる可能性があると指摘するっていうまあそれはあそうだと思いますね他人に関心があるということ別に同性異性関わらず他人に関心を持つっていうこととかあとそのストレスをなくしてっていう ということとかなと思うんですよね、うん、ただまあまあそんな気もするし、えー、まあ、そうでない気もするかなと思います。でその男性が女性に対して、えー、そのねそういう,、まあ、なんていうのその性的な関心を持たなくなるっていうことは、まあ、日本人男性のま亡、あ、くなる一つの要因であるっていうことをまあ言われていますしこういったことっていうのはあのね今 男性もそうですが、女性も、日本の人口があの減っているっていうことの、人口寿命を伸ばす上で、えーまあ、大切なことであるっていう、まあ、そういったことだと思います。だから、うんまあ、長生きする、早死にしない長生きする秘訣っていうのは、まあ、異性とかそういったものに関心を持つってうこともう関係あるのかなと、と、と、っていうのは別に僕思うんですよ。うん。それは何とも、ただそれだけじゃないのかな、とかっていうのも思うんですけど、でまあ、皆さんに正直に言うとね、 <laughs> 皆さんどういうふうに思うか分からないですが。 異性に関心が高いとか異性に関心が低いとかって言うんですけどそれどうやって数値化するんでしょうねこれだからデータじゃないですか何パーセントとかあ、だからもしこれを本当にしよう、まあ、僕は別にそうだろうなとも思うんですよだから要するにね、長く生きる早死にしないで長く生きるっていうことであれば異性に関心を持ち、えー、ね他人にも関心を持ちストレスがなく過ごすってそういうことなんじゃないかと思うんですが <laughs> 異性の関心の高い低いって皆さんどういう風に 数値化してね。表現する,するんでしょうかね？ 僕は異性に関心が非常に高いんだ、その高さ80%、いや僕あんまり異性に興味ないかなって、その,その関心の低さ20%、それはよくわからないと思うんですよ。まあただ、ね先ほど言ったように異性に関心が高いと、まあ、長く生きるし、他人に関心がまあ高いと長く生きる、ストレスがないと長く生きるっていうのもあ,あるし、まあねこれ <laughs> 中高年の話なんで、中高生の中高年の男ね、うんまあ、おじさんですよ。おじじさんが女性とかをじーっと 見てるももそれもそれれで大きなな問題じゃないですかただなかこの話でこのニュース記事で上がってるのは女性に全く見ない興味が湧かないっていうのもそれも問題だなっていうことでどちらかというとこの異性に関心があるとかないっていうのもあるんですがまあ、男性もあるいは女性もだと思うんですが毎日のこのストレスですよね毎日のストレスでねえー、まあ、男性も仕事あるいは女性も女性に関しては仕事と家事とかがありますから仕事家事、えー、まあそう子育てとか男性も ししてるのかもしれないんですが、まあ、そういったことで、えー、まあ、ストレスですよねで、そういう、あと毎日にあのね、えー、なんていうの、追い詰められて過ごしていくと、そんなね、異性に関心を持たないじゃないかって思うのかもしれないんですけど、まあそれが良くないと。で、まあ、まあ、これについてちょっと僕考えたんですよ。うんまあ こまあ一応こういう内容なんでね、えー、ちょっと真剣にかか考えてみたんですけど、まあこれかなとこ、こういう風うに例えると、なんか分かりやすいのかなと、まあ僕は勝手に思ったんで、ちょっとお話ししてみると、例えば男がですね、まあ男っていうか男の子が、まあ昔は野球選手になりたいと思ってね、 まあ必死に練習を、えー、頑張るわけですよ、野球の練習ね。えー、なぜな,なら野球選手になりたいという夢があるから、それに向かって思い切り頑張る、練習に励むんですが、いつの間にかに、えー、現実を知って、野球選手にはなれないなと思って、まあ、野球選手の道を諦めて、えー、毎日の仕事とか、毎日の生活で、えーまあ、大変になだからは働くわけじゃないですか、野球選手になりたいって大人になってから願っても、ねえー、なれないわ、例えばね、えー、生活していけないわ。 っていうことだとどうにもならないんで、まあ、仕事をしたり日々の生活でええ、まあ、終われるとでその中にえ野球選手になりたいという、まあ、そういった思いが、まあ、なくなってしまう、まあ、そういうことに似,似てるのかなってだからそれが今は昔は野球選手になりたいという夢っていうのがありましたけど、まあ、男が昔はその、ね、女性とお付き合いをしたいとかそういうことを思っていたのが、まあ、それなくなると、まあ、女性に関心が低い僕もわりかし関心低いですからね 日々ね、仕事して YouTube をさせていただいてるんで、それであの毎日が終わりますから、うん、あんまりね、えー、そういったことに関心を持たないんですよ。だから、あやじにするかななんていうのを今回思ったんですけどね。だから、このやっぱり若い頃のね、その思いっていうか、うん、あの憧れとか思い出とか、そういったものっていうのは多分大切なんでしょうね。お大人になるとそういうのをなくすから、まあ僕もまあ中年度おじさんですけど、その、多分なくしてると思うんでで。 そそののご結婚すするのがいいいいとととか悪んんななことじゃないんですよ独身でいるのがいいとか悪いとかねその異性に関心を持つのがいいとか悪いとかそんな話じゃなくて例えば中年とかまあ僕もそうですし、まあ、皆さんもそういう方いらっしゃると思いますが中年とかで例えば独身であるとねまあ一人なわけじゃないですかで、えー、あのご結婚してると家族がいるんでね家族がこう頑張れる力パワーの源になる、えー、っていうこともあるんですが一人だとどうしてもね精神ね 的にあのはままるるっっってていううね、まあ、それはちょっとわかるかなって僕思うんですよだからそういったことでやっぱりね、うんまあ、他人に関心を持たないとか、えー、ストレスをあるっていうとそういうことになるのかななんて思ったんですけどそう考えると男性だけでなく女性もねそうじゃないですか中年以降になってだって別にこの話って男の人も女の人も同じわけなんでね別にあの男が強いとか女が強いとかそんなことじゃないし男も女も同じじゃないですか1人でいたら家族が生きる、えー、まあみんな の力になるってもし家族家族っていうかね一人結婚しない独身になり僕もそうですけど一、まあ、人で精神的に弱っていくってねま一、あ、人ぼっちとかそういう言葉がありますからでそれだと男性だけでもないと思うけれど数字上はこの男性だけが出るっていうことねだからそう考えるとこの数字もちょっとどうかなと思うんですけどまあこういった話を考えてるんでまあ、結論から言うとこう思いますね。 男女共にやっぱり前向き、あるいは男女共に積極的、そういうのがいいんじゃないかなと思って、まああの中年のおじさんの僕がいてすいませんということで、異性にね、あのグイグイ関心を持っていくとか、あと他人にね、関心を持つとか、ストレスがないとか、そういったことだと思うんですよ。で、この、今回の話に出てたんですけど、ストレスっていうのは本当に早死にとか、あらゆる病気の原因になります。今っていうのはストレス社会ですから、うん。だから、 あのストレスっていうのは良くないし、あとは、まあ、そのね、まあ、皆さんも思われるかもしれないですが、孤独とか、そういったものっていうのもストレスの原因になるんで、まあ、そういうのもね、まあ、あの、なくすっていうか、なくした方がいいんじゃないかと、僕はね、ま仕事もしてますし、まあ、YouTube とかさせていただいてるんで、皆さんに聞いていただいて、まあ、何かお役に立てないかと思いながら、精一杯やってるんで、まあ、さほどそんなにストレスもないし、まあね、さほどそのね、孤独、孤立を感じないのかもしれないんですが、本当にね、人間、 1> 1人,とかあ人間、えー、孤独孤立とかっていうことになると、まあ、よくないんで、えー、まあそういうのねストレスの要因になりますしそういうのっていうのはね えー、早死にの原因にもなると思うんで、それは良くないなと、ま思いましたっていうことで、まあ、今回はこの異性に関心が低いと早死にする傾向とかね、あと他人に関心がないとか、ストレスとかっていう話でちょっと関心深いニュースがあったので、こちらについて思うことを話してみました。まあ何か一つでもご参考になっていただけるものがお伝えできれば何よりですっていうことで、今回のコンテンツはここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。